皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。2週間前に戻ってきたばかりの2019年9月来日セミナーでは、ポッドキャストを聞いてますという声もちらほらいただきました。とは言っても表面力セミナーのゲスト講師さんから聞いただけなんですけどね。でもポッドキャストを聞いていますという一言、本当に嬉しいんですよ。メルボルンで一人パソコンに向かって喋ってる変な人をやってる時に、このような人がこういうシチュエーションでこの言葉を聞いてくれてるんだなと思うとやる気につながります。さて、今日はそんな表現力セミナーにちょっとだけ関係している芸術性、表現とプリエについて、今回のプリエ本でもお話ししているのですが、プリエは深ければいいわけではないのね。これは初めにを読んだポッドキャストのエピソード259でもお話しましたね。そちら聞いていない人がいたら、プリエ本の初めにプロローグのところを読んでいますので、ぜひ聞いてください。では本文です。芸術の域からプリエを観察してみた。プリエって知ってますか？そんなの知ってますよ、アイさんという人と、ちょっとドキッとした人もいるかも。プリエやってるけど何って聞かれたら困るかもみたいな。プリエとは曲げるという意味ですとか、そういうところではなくって、今日はプリエと踊り、つまり表現力や芸術面からプリエを観察してみようと思います。プリエというとよく聞くのが、私のプリエは浅いんですっていうやつ。プリエの深さとアキレス腱とかについてはすでに過去の記事に書いているので、詳細はそちらを参考にしてください。今日言いたいことは、深い浅いっていう問題だけじゃないんですよというところ。例えばプチアレグロで素早い足さばきをしたいと思ったら、深いプリエを使うとは限りません。そんな時間ありませんから。確かに軽いよ、プリエするよ、だけど深くはない。素早いリズミカルにパンパン上がるジャンプの時期っていうのは、筋肉っていうよりはアキレス腱にエネルギーを貯めて、そいつがバネみたいにポンポン体を持ち上げてくれてるの。ちなみにこのバネの役割をしてくれているアキレス腱、ストレッチするとバネ感が失われます。だからね、レッスン前のストレッチは役に立たないっていうのはここでも当てはまるわけですよ。ただこの部分は DLS ブログにはたくさん書いてあるので今日は飛ばします。深さの他に聞かれるのは柔らかいプリエ。柔らかいプリエとは、衝撃吸収になるから絶対に必要だし、妖精役、お姫様とかやってるのにドスドスジャンプしてたら可愛くない。ただし柔らかいプリエイコールゆっくりのプリエではないんですよ。みんな柔らかいというとゆっくりというイメージがあるみたいだけどさ、先ほどお話ししたプチアレグロの足さばき、確かに柔らかいプリエを使うけど、それが遅かったら音に間に合わない。音に遅れてるダンサーほど見苦しいものはないでしょ。だけどアダージオであれば、ねっとりじっくり、どこまでが下がる動きでどこからが上がってくるのか分かんないような連続性のあるプリエって大事になってきますよね。だからここで表現したいものとプリエが調和しないといけないということが分かるはずです。ということは、レッスン中パーレッスンでも表現力に対する練習がプリエっていうみんなが知ってるステップでできちゃうことが分かりますね。ここではレッスン中に取り入れることができるプリエのヒントをいくつか挙げていきます。すべてを一度のレッスンでカバーすることはできないけれど、今月はここ、とかゴールを決めて頑張って練習してください。1、深くだけではない。さっき説明した通りですね。たとえ速いプリエでも柔らかくできるか、音楽に合うプリエの深さはどこかを考えてみましょう。もちろん、フレーズをすべて使う、舞台をすべて使うというように、プリエも全部使う必要があります。だけどそれは音楽性や表現したいものをおろそかにして手に入れるものではないよね。バレは芸術、そしてそれを助けるためのテクニック。この順番を忘れないように。2、上半身の動きとプリエの滑らかなコネクション。表現力といったら上半身、プリエの滑らかな動きに合わせて上半身が使えているかを確認してね。上半身を使ったらタクちゃんダクちゃんになってはいけませんよ。もちろんプリエに気を取られて腕の動きが硬くなったり、プリエの一番深いところで体が止まってしまってプリエに座り込んだ状態になってもいけません。3、目線、呼吸、ポーデブラの流れるような動き。踊っている時に呼吸ができない、テクニックを考えていると目線が落ち着かない、ポデブラが硬くなってしまう。レッスン中に見られる問題の根底は練習不足かもしれません。つまりできないできないって悩む前に、私その部分練習してるって確認しないと。そしてプリエと同じように、目線、呼吸、ポデブラもレッスンの最初から難しい動きになる前に練習してみましょうよ。表現力や芸術性につながる練習は別に、足を高く上げてなくてもお姫様になってなくてもできるんですから。おまけ、プリエで練習できる筋トレ。もちろん表現力だけでなく筋肉についてもしっかりと考える時間が作れるのもプリエですね。右と左の足の感覚や筋肉の様子を確認し、床を押す感覚、床から骨盤を一番遠くに持ち上げる感覚、ここら辺は小さい子供でも知っておきたい、やっておきたいことです。
両方の足が一緒に下がり、一緒に上がってくるという動きができなければ、ジャンプでまっすぐ飛べないし、ルルベで軸がずれちゃいますから気をつけて。プリエの深いところで止まってるというのも脚力をつくには大事です。太もも太くなっちゃわないのって思う人、筋力不足で無理やり踊る方が弱い部分をカバーするために筋肥大が起きますので、プリエでカウントぐらいホールドしてるぐらいで太くなるなんて思わなくて大丈夫ですよ。片足プリエの記事にはトレーニングについてもっと書いてありますので、そちらも参考にしてください。息を飲むようなジャンプ、この世のものとは思えない柔らかい動き、重力をものともせず動くというのはクラシックバレエの王道コンセプトですね。そしてこれはプリエからできていると言っても過言ではありません。この部分、毎日のレッスンで鍛えているのだということをお忘れなきよう。いかがでしたか？最後にプリエでできる筋トレという部分がありますが、プリエ本の第3章にあるエクササイズでもかなり難易度が高くなったエクササイズをご紹介しています。本にある数だけやったとしても筋肉痛になる人が多いんじゃないかなと思っています。特に怪我してアレグロができない人用のセクションもあるので、今怪我で悩んでいる人、ジャンプができない人はぜひ参考にしてください。怪我といえば、プリエボンの先行予約イベントでは怪我から早くリカバリーするための食事方法やエクササイズプログラムの考え方について私とふみさんがお話しします。このイベントに無料で参加するためには、まずは Amazon からプリエ使えてますかを検索し予約、注文完了画面のスクショを book@balletstance.com に送信。私から返事が届いたら1月12日に行われる先行予約特典イベントの登録完了となります。装置の準備も着々と進んでいますよ。楽しみにしておいてくださいね。では来週は質問でもらった留学中の怪我についてお話ししていきましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。